乗んなさい乗んなさい。雨で大変だね。早かった覚えちゃったんだ。帰らなかった待ってたからや。こいつはお互いに運が良かったね。おい、その辺は一回りスローですね。うん、おさまここ先あるんだ。ここでいいじゃないか。飲むかね。もち、サンキュー。どうしたの。頭が痛いの。そうなるんだ。旦那、用心しないと、いてものは危ないですぜ。何も危ないんだよ。駐車代が高くつきますからね。この駐車器。お前のことだよ。病気持ってんだろ。どうぞ。旦那、こいつの目つきは危ないですぜ。およしなさい。おたくらす、生活なんだぞ。手つけな。はい、おいよ。なんでだろう。降りろ。つけてんだ、買ってきな。降りろ。降りろ。降りろ。なんだこっちしょ、職つけ。うわ。それは仕事こんばんは。銀にゃ東洋興産からもらったビニールの二つ俺の財布印鑑財布の中さ米田製材所の納品書が入っていたんですよ。だからこっちさ紹介してくれればすぐに分かったはずなんですよ。おい警察がいい加減な扱いをしたんだ港区役所も。おとちゃんの顔剥がれていたんですよ。二目と見られたもんじゃなかった。九ヶ月も前にお父ちゃんも死んでしまっていたんだ。ホルマリンの防腐剤注射されて慈恵医大の冷蔵庫さ入れられていたんですよ。引っ張り出しちゃ研究で切り刻まれていたんですよ。こんなことってあるんだべか。お父ちゃんが時々夢枕さだったのは私は呼んでらったんですよ。なしてお父ちゃんが出稼ぎ出したんだべか。
私が引き止めればよかったんですよ。悔やまれてなりません。貧乏してらったすけ、優しい言葉もかけてあげれなくて、こったらにして別れねばならねとは夢にも思いませんでした。いつかは生身だから別れ別れになるとは分かっていましたが、こったらにして切り刻まれたお父ちゃんに会うとは。名古屋からまっすぐに戻ってくればいいのに、少しでも稼いで帰りたかったんでしょうね。お茶汲みしてたから少しずつ削っては貯めてたんですよ。見てください、10本もこれ土産に持って帰ろうと思ったんですよ。お父ちゃんすいませんでした。許してください。遠藤、俺は行くんだ。八重寺帰るの。ああ、俺はいなきゃ勝夫船は出ねえからよ。威張ってる。おめちゃん、こう来ねえか。魚はこうやって包丁を入れるんだってことを教えてやっからよ。結構よ、教えてもらうんでも。別に魚屋嫁に行くと決まってるわけじゃないもん。バカ野郎、じゃあやめとけ。おい、こらこら、生意気にタバコなんですよ、高城。ケチだね。風よ。けんどよ、
おめえ綺麗になったな、しばらく見ないうちによ。やすきちゃんに褒めてもらってもちっとも嬉しゅうないよ。ねえ、言ってやで。にっこりしてやるくせに。一緒伏せるわ。鴨川の水で顔洗いがあったと思いやって。おめえ、こっちじゃねえか、おめえ。けど、あんた一体何しに出てきたのよ、こげん突然。姉が焼いて店舗よこしてよ。こちら側から一緒に来てくれかって。なんだ、そうか。なわけやね。がっかりしてやる。お水くんでくれよ。お水くんでくれよ。いや。いや、水くんでくれよ。いや。だってまさかね。お姉ちゃんの顔が見たくなったからとも言えないからな。いや、水くんでくれよ。おー、もういいよ、もういいよ。おい、バカ野郎、バカだな、おめえは。ねえ、え、さっこの野郎、おい、おめえ、この野郎、バカ野郎、しよう。大丈夫？やろう。あんたと…ちょっと一回さ、もしもし、キヨちゃんか。え、今日結婚式あげたんだって。急に時雄さんの田舎で式を挙げることになったの、うん、知らせなくてごめんなさい。田舎でか。いやいや、いいんだよ、それ それで。もしもし、ね、あの、キヨちゃん、キヨちゃん、あんた今どこにいるの？今、富山です。富山だって。富山、うん、あのね、ちょっと待って、うん、あのね、うん、あの雪が降ってる。あ、雪が降ってるのか。あの、こっちも雪が降っとるんだ。うん、キヨちゃん、お父さん。お父さん。はいはい。お母さん。お母さん。キヨちゃん、何何。お母さん、もう一回言ってやれ。お母さん、お母さん、いろいろありがとうございました。はい。いや、いっぺん行ってみたかったんだ。おめでとう。いやいや、おめでとう。あのね、ね、辛いことがあったら、いつでもおいでよ。ね。待ってるからね。ね。もしもし、キヨちゃん。孫ができたらね、店においでよ。ね。はい。うん。幸せにね。幸せにね、キヨちゃん。
また電気コンロ使ってる。火事出すからやめてくれって言ったろ。どうもすいません。家賃払っとくれよ。家賃ちょっと今食事中なもんで。今日は帰らないよ。2ヶ月分もらうまで。タバコ。はい、これありますから。どうぞどうぞ。いい若いもんが一月6500円の家賃も払えないで、晩飯にそんなもんしか食えないような暮らし、いつまで続ければ気が済むんだい。あんたね、その顔でスターになろうなって所詮無理な話だよ。さっさと足洗って生業につきな。生業に。それではアカデミー賞最優秀主演男優賞に輝く水越秀五郎さんをお迎えして、いろいろインタビューをやってみたいと思います。水越さん、今の一個いかがですか？そうですね、やっぱり今の感じ、正直言ってこうやったっていう気持ちですね。水越さんといえば、博多から上京のあって8年、いろんなご苦労あったと思うんですけども、さあそのご苦労いかがですか？そうですね、その苦労が今の僕を作ったんじゃないでしょうかね。その苦労とともに出会った人々っていうのは忘れられません。さあそのご苦労の中で今一番お礼を言いたい方、この方にお礼を言いたい、そんな方いらっしゃいますか？水越さん。そうですね、新宿でとても貧しい時代過ごしましてね、まあ、ボロアパートでしたけども、青空荘というアパートの管理人さん、おばさんがいたんですよね。そのおばさんが頼みもしないのにいつも家賃を待ってくれた一時期ありましたね。そのおばさんに今正直言って大きな声で礼言いたいですね。水子さん、さあどうぞそのおばさんに向かってテレビの欄干をついて大きな声でお礼をおっしゃってください。おばさん、見てますか？水越です。ここまで来ました。うまい、うん、うまいよあんた。その時おばさん、会場に来てもらおうかな、ゲストとして。ね、いくら持ってんだい？お金。お出汁よ、ん？お出汁。2600円。確かに。おやすみ。どうもおやすみなさいませ。あ、おばさん、おばさん、せめて届く。